で、岸谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、この55件の文化財を、市民の皆様に広く知っていただきたいということで、今回の展示会を、開きました。で、この1月から、3月のお彼岸ぐらいまで、当館の所蔵している、指定文化財、あるいは当館に、お預かりをして保管をしている市の指定文化財をご紹介いたします。で、今こうざわっと並んでいるんですけれども、それぞれ、点数が結構ございまして、展示会ということをいたします。で、大きな展示会は2月の中頃にありまして、今の展示はだいたい2月の12日ぐらいの、その後衣替えをしまして、2月14日から後半が始まりますので、展示されているものが、大きく変わると思います。で、中にはですね、こちら の洗面がにつきましては全体が30ございますので、2回の入れ替えでは済みませんので、約2週間で、変えていきます。ちょっとこれだけは、展示会の回数が多いということになります。もし機会がありましたら、またお越しいただければ、全容が見れるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、最初の尼崎の黎明の考古資料の方からご紹介をさせていただきます。今回、ご紹介しているのが、東園田遺跡というところから出土した、資料、ピータコという小さなタコ、これ季節になると召し上がったことあるという方いらっしゃると思うんですけれども、卵がたくさんお米粒のような形で入っていますので、イイダコというふうに言います。小さなタコです。それを取るための、タコ粒ですね。それと、玉状型木製品と言いますけれども、古墳とかに副葬品として入っている碧玉製の玉状と呼ばれるものがあります。それと非常に形が似ているということで、玉状型木製品、木でできているもので、こちらは2点は東園田遺跡から出土したものです。そして大変小さな鏡が右側にありまして、十間祖門橋下坂部遺跡というところから出土しています。実は図録等でご覧になった方は、どんな大きな鏡かと思われたかと思うんですけれども、直径 3.8 センチ、厚さは 1.2 ミリという、大変小さな鏡でございます。で、ちなみに東総体積、ちょっと市内にお住まいの方も多いかとは思うのですけれども、阪急園田駅の北の方にあります。で、鏡の出た下坂部遺跡は、JR 尼崎駅の北の方にありまして、名神高速よりもちょっと南という位置にあります。で、東園田遺跡は、弥生時代の中期以降、古墳時代の初めぐらいまでのものが出てきている遺跡です。さて、飯田小壺なんですけれども、ここに今載っているのが、100個です。全体どれくらい出たのかといいますと、指定文化財に指定したものは490個です。で、これだけ大量の飯田小壺が出る例というのはやはり他になくて、多いところでも、ここに出ている100個分ぐらい。東園田遺跡の、川と思われるような水の流れた後のところから出土しているんですけれども、壁に写真がありますが、ああいうふうに大量に出ているんですが、写真では分かりにくいんですけれども、大体4グループに分かれております。で、飯田小壺、小さな穴が開いておりますね、横にありますね。どうもここにロープ、要は縄を通しまして、そのグループごとですね、100個なら100個単位をまとめて、使っていたようです。当時一番注目されましたのが、中に黒い布に乗っているのが、1個ございますけれども、線刻といいまして、線で鹿の絵が彫ってあります。490の中にたった1つだけこういうものが含まれていた。
で、正面ちょうど線刻の鹿が向いているんですけれども、ちょっとこちら側から見ていただくと横に、斜めの線が入っている斜光子と呼ばれるんですけれども、斜めに線が刻んであります。鹿の方は、まあ、角が毎年生え変わるオスですけれどもいうことがありますので、昔の方にとっては、豊穣とか生命力の強さとか、そういうものを、持ったのではないかということが、まあ、よく言われているんですけれども、実際にそうなのかどうかは、分かりません。一つの推測では、鹿は、そういう生命の強く生命力豊穣の象徴ではないかと言われています。左側にあります遮光子なんですけれども、これも例えば網なのか、海の波なのか、まだはっきりこれといったものはないんですけれども、そのような説が出されています。古事記等にもですね、鹿が海を渡るという話が出てきておりまして、古代の方は海辺の鹿という姿を意外に見ているのかもしれないです。そこら辺はもう想像の世界になってしまいますので、次に移りたいと思います。こちらなんですが、まあ、3世紀の終わり頃のものというふうに思われるんですけれども、ではですね、この元々の玉状、古墳から出てくるというふうに言いましたけれども、これ木ですから、こういうふうに木でちょっとつながっていますけれども、古墳から出る玉状の場合は、この縦のところは鉄の棒がありまして、そこにいわゆる管束がずっとつながっていると、そういう状態で出てきます。で、一体何に使ったのか、当然この大きさですから杖をついてというわけではありません。後ろにちょっと学芸員が描いた絵があるんですけれども、おそらく儀式の時に、まあ、指揮棒のようにこう手を、振り上げたり、何かを刺したりということではないか、使ったのではないかというふうに言われています。まあ、権力を持ったものが儀式で使うものというふうに考えられています。いろいろ謎が多いんですが、上の部分が片側だけちょっと粒が出てますね。おそらく反対側にも粒があったと思われるんですけれども、今はなくなっております。で、下の方にですね、ちょっと横にこう出っ張った部分がありますね。あれをヒレと呼ぶんですけれども、あれは方向を指し示したのではないかという説もあるんですが、詳しいことはやっぱりはっきりは分かって、それから、鏡の、ちっちゃな鏡の方に移りますけれども、比較的、古墳時代の初め頃まで、やられますから古墳の初め頃までに、この大阪湾の沿岸で、出土する鏡です。ただ下坂の遺跡の方はですね、はっきりした建物の跡とかそういうのはまだ分かっておりませんので、井戸とか土坑と呼ばれるような穴が出たりということで、これもいろいろなものがガサッと入ったところから出てきましたので、はっきりと年代がちょっとつかめないという部分もあります。ただ時期的には大阪湾沿岸で弥生末から古墳前期にかけて、この鏡の鏡が出ておりますので、一連のものを取り付けに移っています。尼崎の正面ということで最初にご紹介をしておりますけれども、現在の尼崎市域には古代から中世にかけて多くの荘園というのが設けられていました。寺院などが領有していたところがありまして、尼崎市域の荘園に関する記録が残っている場合があります。最初にご紹介しますのは、東大寺、奈良の東大寺の荘園であった稲野荘に関係する古文書です。こちらに、広げていますこの貫数と呼ばれる、巻いてある、古文書なんですけれども、よく見ますと、左側に、巻く時に使った芯、木の軸が置いてあります。この木の軸は上のところに、数字などが入っておりまして、年号などが入っています。これは東大寺で、たくさんの記録を、保管するのに、
インデックスのようにこちらにいつのこととかいうのを書いて巻いておいて保管をしたという保管の形態がよくわかる資料です。こちらに今広げていますのが3通の古文書ですけれども、前の2点については感染時といいまして、国から摂津の国司に出した文書です。一番後ろがですね、東大寺の荘園側から申請を出した、申し出をしたというものになります。で、こちらなんですけれども、これは長久5年という年に、朝廷が摂津の国に対して出した、ものです。この命令書の内容は、東大寺寮の荘園が、たくさんありますけれども、その荘園の人たちが、国に、税負担をしない、それを、禁じるために、取締りの、役人を、出すというもの、出しなさいということです。2番目のものについては、それより少し前のものなんですけれども、こちらは逆にですね、臨時に例えば代理の造営とか、鴨川の堤を修理するというような時には、多くの人足を出したりとか物資の調達というようなことが、命令されるんですけれども、そういうものが出ても、この東大寺寮の、稲野荘や、水瀬野荘という荘園は、天皇から直接東大寺に寄進された荘園なので、それを免除するというものなんです。で、一番最後のものは、水瀬野荘の、方から、出された申し出で、私たちのところは、皇室から、寄進された特別な荘園なので、そういう負担は免除していただきたいというものです。で、この文書を出すために、この前の文が、先例があるということで、添付された、そういう形になっています。これはいずれも、平安時代の古文書です。東大寺の稲野荘の成立は、奈良の大仏ができてから4年後、光顕天皇という聖武天皇の娘にあたりますけれども、方から寄進された荘園です。平安時代になりまして、荘園がいっぱいたくさんできてしまうと、なかなか国の財政厳しくなります。そのような段階で、国側からは、もっと、ちゃんと徴収をしたい、荘園側からは、それを免除してほしいということで、せめぎ合いといいましょうか、そういうやり取りが分かるものです。この頃は辻原の頼通という人の時代に、こういう荘園をめぐった、国とのやり取りというのが、かなり盛んに行われるようになってきました。天龍寺関係文書ということで、その中の天龍寺住所目録というのを、今広げています。この中には、クイセノ荘という、これは阪神の尼崎駅から、大阪に向かってクイセという駅名もありますけれども、その辺りです。これが、天龍寺の荘園であったということが、この長禄2年に、作成された、古文書から、分かります。で、天龍寺住所目録となっていますけれども、これはもちろん天龍寺の荘園を書き上げた記録なんですけれども、住所というのは副本を取っておりまして、この副本は天龍寺ではなくって、天龍寺の兄弟にあたるような臨泉寺というお寺に所蔵されていました。火災とか災害あるいは盗難のされた際に貴重な記録が失われることを、防ぐためでしょうか、写しをわざわざ、他のお寺に、保管していると、そういう状態です。天龍寺は、室町時代の、禅寺で、五山十冊の制度というのがありますけれども、五山の、筆頭の、寺院になります。また臨泉寺の方も10冊の中に含まれていまして、いずれも室町時代、無双祖籍という人によって開かれました、大きな禅寺です。
こちらは、足利6代将軍の足利義則という人が出した、文書なんですけれども、これによりますと三宝院門跡、これは現在もありますが、醍醐寺の中に三宝院というのがございまして、そこの寺院の、領地に関するものです。この中にはですね、野間の庄、時友の名というのが出てまいりまして、野間の庄、現在の、伊丹市域から、向こうの村の北の方ですねにかけて置かれていた、荘園です。時友の名というふうに、出てくるんですけれども、時友とか友幸という地名が今でも残っていますが、これは当時その土地を開発した人、開発者の、名前を取ったのが地名の由来です。長く、この古い由緒ある地名が山の先には残っていたということも、分かるかと思います。こちらも、三宝院の、領地なので、臨時の、火薬の負担は免除するというものです。足利義昭、こちらは、足利2代の将軍、室町時代の2代目の将軍です。この人の、出した文書を展示していますけれども、内容的には、園家という公家があるんですけれども、まあ、忠節を尽くしたので、家領を安堵するという安堵状になるわけですけれども、尼崎市域とは残念ながら関係はありません。なぜこのような、古文書を、当館に所蔵しているかといいますと、この足利義昭という2代目の将軍が実は当時南北朝の戦いの真っ最中でありまして、尼崎から西宮にかけて南朝に攻め込むために出陣をしてくる。特にですね、足利の義昭自体は自身はですね、尼崎の大覚寺に陣を張ったというふうに言われまして、大覚寺は現在寺町にありますが、当時の大覚寺は現在の東本町4丁目のあたりに、あった寺院です。だいたい1年ほど、在陣するんですけれども、実際には、南朝方に、7万騎を率いて攻めるというようなこともなく、京都に引き上げてしまうという、ちょっと残念な結果ですけれども、その2代目将軍が尼崎に在陣したということもありまして、ご紹介をしております。これまでご紹介した荘園関係の文書はほとんどが所領していた領主側に記録として残っていたものなんですが、こちらに広げています漢詩は地元に残った記録資料ということになります。こちらは浜田村の荘屋さんの寺岡家というところに保管されていた文書です。で、浜田は尼崎の大庄地区にある地名ですけれども、隣に大島の庄という荘園があった。この浜田の庄と大島庄の境界争いということが起きるわけですけれども、それに対して最初に出されているものは細川高国、当時室町幕府の官邸という住職にありまして、摂津の国の西半分の守護代としてこの辺りを管轄していました。その人が奉行人を通して出したものです。浜田の庄と大島の庄の境界争いはこのように裁定するという裁定書になります。残念ながら細川高国はこのあとですね、同族同士の細川住元春元という一族と対立をしまして、戦乱の中を生きるわけですけれども、大物崩れといいまして、この近くで決定的な敗戦になりまして、滅びていってしまう。その後ですね、この辺り一帯を管轄するのが隣にあります三好宣長、宣長というのは
前の名前で一般的には長吉、三好長吉として知られています。まあ、三好長吉の全名ということになります。その時期に出したもので、これは禁制ですから、こういうことはしていけない、そういう罰則というんでしょうか、禁止令を述べたものです。これは天文11年に出されていまして、三好長吉という人は最終的に畿内9カ国を管轄しますので、信長の統一の前に畿内を広く治めた人物として最近では注目を集めています。このように地元にその時々のその時代のそこをに権力を持つ人たちの命令書が残るというのも貴重な例だと思います。その時代によって尼崎の統治者というのは変わってくるわけですけれども、もちろん豊臣秀吉の時代はどうだったかといいますと、豊臣秀吉の時は尼崎は直轄領です。一人で何もかもできませんので、軍隊という役が置かれます。その尼崎軍隊武部氏というのが命じられているわけですけれども、それに関わる資料をご紹介しています。この豊臣秀吉の朱印状と呼ばれますが、朱印が押されています。これが墨で押されれば刻印状、朱印であれば朱印状というふうに呼びます。でよくこの朱印を見ますと中がくちゃくちゃくちゃっと書かれていまして、どうしても簡単に判読ができない、これを俗に秀吉の糸印というふうに言います。信長の場合は天下布武という、印象を使いますので、政治的な意図がすごくよく現れているんですけれども、秀吉の場合はもう文字がよく読めない糸印で、これはどうも当時まで糸の貿易に使っていた時に使用する印、その形を真似たのではないかというふうに言われています。内容的には当時のところに松茸200本を献上してくれた、どうもありがとうというお礼状なんですけれども、その宛先です。3人連名で出てきます。一番最初が武部寿徳権というふうに書いてありまして、この人が天ヶ崎軍隊、武部氏は寿徳権から3代にわたって天ヶ崎地域を管轄していまして、最後は大阪の陣では徳川方につきましたので、徳川氏の時代になっても最初は天ヶ崎地域を治めていました。やがて戸田氏兼が入ってきて武部氏は外へ転封になる、いわば天ヶ崎の江戸時代の最初の領主でもあります。当時といいますのは有馬温泉への当時で、秀吉は何回も有馬温泉の当時を行っていますが、この10月8日の日付に近いところで登場していたというのは天正18年という年だけですので、おそらくその時のものだと思われます。実は阪神の震災ですねの時に本殿が傷みまして修理をいたしました。その修理の時にですね、屋根の檜皮をめくりますと、こういうふうにたくさんの板がのじ板に留められている。よくよく見ますと、材木代わりに絵馬を裁断して使ってしまったものだということが分かりました。ただですね、これ上に檜皮が乗りまして、さらに大家があるわけですから、入れられた後日に当たることがない、風雪にさらされることがないということで、江戸時代の前期になろうかという、前期から中期の絵馬が、このような色彩をとどめた状態で出てきた。これはもうパズルではありませんけれども、現在27ほどが、いろいろな断片の中からつないで復元をされています。こちらが多分年号的には一番古かったと思います。こちらはちょっと見て分かりやすいかと思うんですけれども、延保8年1680年1月に奉納されたものです。はっきり画題が分かりませんけれども、義経と
弁慶と、土佐の暴走神ではないかというふうに、言われています。で、まあ、いろいろこんな敵討ちみたいなものもあったり、するんですけれども、今回出している中で非常に目を引くのがこの絵馬で、こちらの方が、熊谷直瀬、こちらが平の集めということで、一の谷の集めなんですね。逃げる集めを、呼び返す熊谷の集めですね。まあ、熊谷これをからだんだん出家してしまったということもあるんですけれども、享保18年という年に奉納されていまして、日付は5月25日になっています。天神さんの縁日は25日ですので、絵馬の中には25日付で奉納されているのも多いんですけれども、この絵馬は東村寺子として、虎吉以下15名の名前が連名で出ています。ということは、これは天神様の縁日のように、寺子屋の寺子たちが、学問の上達でしょうか、字が上手くなるようにでしょうかを祈って奉納したの。当時の寺子たちの名前が虎吉入れて16人分かるということは、まず子供の名前が分かるということはありませんので、そういう意味でも江戸時代の皆の暮らしの一端を見える貴重な資料ということに。と思います。こちらの洗面場なんですけれども、30面全部であります。1回に6面ずつ出しておりまして、物語絵が、主要な場面を一つずつ描いていくというものです。一体何の物語かといいますと、新曲、新しい曲と書きますけれどもという、物語が書かれております。この新曲というのは、太平記に出てきます後醍醐天皇の、第一王子一宮と呼ばれる人の、まあ、ある意味悲劇のエピソードを、物語に付加したものなんです。でこれがですね、室町時代に紅若舞という、芸能になりまして、で紅若舞今見ることがほとんどありませんので、想像しにくいんですが、よくドラマで信長が本能寺の変で亡くなるときに、じゃ人生50年下天のうちを比べればというふうに、歌っているものがあるんですが、あれが紅若舞の熱盛という曲なんですね。であちらは熱盛なんですが、こちらは新曲という、後醍醐天皇の一宮の、物語です。で一宮が美しい、妻宮洲所と呼ばれるんですけれども、大臣の姫君かなんかなんですけれども、それと恋愛に、なりまして、妻に迎えるんだけれども後醍醐天皇の、鎌倉幕府を倒すという、クーデターが露見しまして、後醍醐は隠岐に、一宮は土佐に流されてしまう。で土佐に流された一宮を、都の宮洲どころが訪ねていく。当然都から尼崎に来まして、尼崎から船に来る。で風がいい向きになるまで、尼崎で待つわけですけれども、その間に九州の豪族に、見られてしまいまして、まあ、美しい女性で、まあ、罪人の妻なら盗んでも文句なかろうということで、大変な災難に遭ってしまう。でこの宮洲所は松浦の船に、乗せられて出航してしまうんですけれども、その時に、助けようとして戦ったのが、畑野武文という人物で、この物語の中では武文というふうに呼ばれています。でこの畑野武文なんですけれども、船を追いかけていく。でも手漕ぎ船で、間に合いませんので、何としても前を行く、大きな船を止めようとして、原十文字にかき切って海の下に飛び込む。自分は海底の竜となって前の船を止めるぞ、そう言い残すわけです。でやがてですね、実際に渦潮が起こったり竹分の怨霊が出てきたということで船は進めなくなる。
で、仕方なくさらおうとした人は、この宮洲所という美しい女性を別の船に乗せて放つんですね。ただ放った後に、向こう山おろしですから、我々馴染みが深いのは六甲おろしでございますけれども、六甲おろしの大風で、悪い者の船は難破をしてしまう。宮洲所の方は淡路島で流れ着きまして、やがて、剣の神聖を迎えた時に、迎え取られる。一応芸能はここで終わっております。物語もめでたいところで終わります。ただ、実際の史実はむごいもので、この一の宮も南北朝の動乱でわずか 1,2 年で、越前の金ヶ崎というところで、命を落とす。で、後を追うように、その妻も亡くなるという、本当は悲劇ということになります。で、こういうふうに物語を、鮮明に描くというのは、中世から江戸時代の初めぐらいまでは結構行われていました。ただですね、ほとんどが源氏物語です。平家物語とかも少しあるんですけれども、ほとんどが源氏物語で、今一面ずつ出しているんですけれども、昔はどう鑑賞するかというと、これを画帳といいまして、アルバム状にこう1枚ずつ貼って開いてみるという鑑賞法もあったようなんですが、結構ですね、屏風に貼り付けるということをしていまして、例えば30面ある、一対の屏風に仕立てるとすると、屏風はだいたい6曲構成になっておりますので、3枚2枚というふうに貼っていきますと、ちょうど30面貼れるということもありまして、おそらく、この30面の分については、屏風でもともと乾燥していたのではないかというふうに思われます。で、源氏物語絵以外の、物語図で30面がまとまって全部残っている例というのは、非常に少なくて、実はこれともう一つ新曲なんですね。なぜかこの新曲という物語の絵が他はあまりないのに残っているという、人気があったのかもしれないですね。で、波多野武文という人ですけれども、現在は寺町の善通寺に、お墓がと呼ばれるものがあります。もともとは、大松のあたりにあった海岸寺というお寺が墓所として伝えられていたんですけれども、江戸時代の終わりぐらいに、海岸寺が廃れてしまいまして、最終的に、同じ寺宗というお寺の善通寺さんがその墓所を引き継いでいます。で、今は全然知られなくなってしまったストーリーなんですけれども、中世の尼崎の港を舞台にして、できてきた、伝説。しかも江戸時代まではかなり、ゆかりの地として、尼崎大仏は知られておりましたので、少し、この絵を通してご紹介できたらというふうに思います。僕が絵図です。で、注目したいのは、なぜ10年頃になったということですけれども、ここに築地町がありまして、築地ができている。この埋め立てをして、作った築地町が完成するのがほぼ完封4年です。もう一つこちらですね、出屋敷、あるいは駅名もありますけれども、出屋敷というところが整備されて完成するのが完封9年で、両方がもう完成した姿で出ていますので、およそ完封10年頃に作った絵図ではないかというふうに言われています。で、例えばですね、このピンク色に塗ったところが、中在家帳にあたります。色分けが帳ごとにしてあるんですね。で、こちらの方に、番帳という形が、出ておりまして、所持するということが出てきていますので、帳、でですね、順番を決めて持ち回りでどうもこの絵図は持っていたのではないかというふうに、言われております。で、面白いのはよく見ますと、築地とこう四角で整然としていますけれども、よく見ますとこう影がありまして、整う前のもともとの地形が書き込まれている。こういうふうに変わったんだよということが、分かる絵図としても、興味深いものがあります。これは、実は
尼崎城の絵図なんですけれども、これは享保元年という年に出された掘り下がり絵図です。ちょっとこちらにも書いてありますけれども、享保10年から延べ1万人以上の人足を動員して20年の歳月をかけて掘り下がりました。なかなか大変な工事というんでしょうか、そういうものだったということ、春節工事というのは大変だったんだなということもあったと思います。で、一番最後壁面の絵図ですけれども、こちらはちょっと小さくてなかなか読みにくいんですけれども、これはもう尼崎城が明治に入って廃城令で廃城される時の絵図で、いろいろ札がついているんですけれども、もう売り立てというんでしょうか、壊して売り立てるっていう、その時期のものに作成したものというふうに、言われております。で、下に、絵図が出ておりまして、尼崎城にですね、本丸の四隅に櫓があります。東北の隅がご存知のように、天守閣です。その4つの、天守閣と隅櫓、それの立面図にあたります。でこれは全部で、18枚ございまして、今こちらに 1,2,3,4,5 枚、展示をしておりますが、下の展示室の3ですね、近世の部屋にも、4面ほど出しておりますので、ご覧いただけるかと思います。どの櫓の絵図かというのは、こちらでも図示しておりますので、あ、ここのだなとかいうふうにご覧いただけたらいいなと思います。尼崎城城下を見下ろすような形で書かれた、いわゆる長官図と呼ばれるものなんですけれども、これはなんかそういうふうにも思えないんですけど、江戸時代の絵なんです。でそれぞれ書かれているものについては少し前でご説明をしていますけれども、ここにお城の天守閣があります。ただですね、この本丸の中の様子は雲に覆われて、分かりません。ここら辺がこの絵図はどういう目的で作られたのかということになるんですけれども、詳しくこういう城の構造ですね、場所とかを示すようなものではありません。こちらは今と比較できるように、ここら辺が阪神とか、ここら辺が何々駅とか、ちょっと示していますので、こちら2枚同じものですので、そして、こちらのケースの中ですけれども、銀十文で、半札の版木で、版木は、偽札を作られてしまうこともありますので、ブロック分けをしてかなり精巧に作っています。で本来ですね、発行した後に勝手に増刷されたりしたら困りますので、盗まれても困りますので、処分をするものなので、なかなか版木は残らないっていうふうに言われているんですけれども、最後ですけれども、刀剣を一つになってご紹介をしております。尼崎の、城下で活動した刀鍛冶は3人ほど刀を残しております。その中で最も早くに活躍したのが、藤原国行、人によっては国吉っていう人もいるんですけれども、国行っていうと思います。この国行という人で、この人は師匠が堀川国広という名刀鍛冶です。で、刀の世界では、桃山家以降の刀は新しい刀新刀と言います。で、師匠の堀川国広という人は、その中新刀家の中でも最初の頃に、活躍をした人で、特に慶長新刀というものを、たくさん作っています。で、名文の中には尼崎とそれから柱本銃というのが出てきまして、おそらく柱本は高槻市の柱本だと思われます。作品の特色としては、堀川一門というのは、総集ものと呼ばれる、昔の方のやはりモデル理想として作るんですけれども、形の上でここの出だしのところですね、少しまっすぐなというふうに言われまして、このすぐ葉とこういうぐにゃぐにゃぐにゃとした、グノメとかのたれとかいう部分があるんですけれども、ちょっと華やかな、
ものを作っておりまして、この辺りがですね、慶長神道に非常によく似ながらも、次に、刀鍛冶が大阪でたくさん活躍して大阪神道と呼ばれるんですけれども、大阪神道の人たちが作る刀の、形に、似ているということで、その様式が新しい様式へと移る、過渡期ではないかというふうに言われています。で、活躍期としては慶長のあと寛永ぐらいが、活躍時期だろうというふうに言われています。で、ちょうどこの寛永の時期というのが尼崎城が建てられ城下町が整備されていく時ということになりまして、その城下でおそらく腕を振るった、刀鍛冶だというふうに思います。で、刀はですね、長さがこの位置からですね、刃のあるところからこの下をまっすぐ直線で測ります。これが75センチほどあります。で、そうしますとこれ刀反ってますから浮きますよね。この間を反りと言います。反りが2センチほどだったと思いますけれども、そういう刀ですね。まあ、お好きな方はいろいろと乱れると思うんですけれども、どうしても目の方がちょっと黒ずんで見えてしまいますので、下に、拓本ですね、いわゆるお姿を置いております。まあ、数は少ないんですけれども、なかなかいい作品を、残しておりまして、そのほとんどを尼崎市で独占させていただいております。その中でも一番の出来が良いと呼ばれるものが新吉の皆さんになっております。大変長い時間になりましたし、間違ってしまったところもありましたけれども、どうもありがとうございました。